はい、こんにちは、石原スポーツです。皆さんお元気ですか？前回の動画でこちらユニックスさんのおすすめマレットとして、紹介したわけですけども、いろいろあるマレットの中でこれがおすすめですよっていうのを今日ついでですから2つ目やっていきたいと思います。このマレットもよく片付けに使います。ローリングスさんから発売されているグラブマレット、こちらも上代税抜き2000円でございます。それではまず特徴からお話ししましょうか。これちょっと使い古しだから、こちらね、はい、グラブハンマーって書いてます。品名はね EAOL6S20 上代2000円でございます。特徴の一つ目はどうですか？比較してね、小ぶりっていうことですね。小ぶりだけど威力があって取り回しがしやすい、こうね、パンパンしやすい、疲れにくいですね。大きい頭のやつだと疲れちゃいます。二つ目、このヘッドですけれども、これはベースボールとほぼ同じ大きさに作ってございますので、こうボールのね丸みをポケットに作るのに役立ちます。3つ目、こちら丸型と比べて縦長ですので、スイートスポットが、バットでいうスイートスポットが長いです。ですのでパーンと叩いた時にちょうどポケットの、掴んだ時のポケットの形、フォルムにね近い掴みができる。3つ目ね、はい、で4つ目、裏技ですけど、こちらグリップエンドも、これバットのグリップみたいに丸くなってる。ここでポイント叩きもできます。こっちも使います。それからおまけですけど、ここ紐ついてますが、穴が開いてますんでストラップが付けられる。このストラップの使い方は後でまたね解説したいと思いますが、以上大きく5点ですね、特徴があるグラブマレットになります。それではやってみましょう。どうぞ。はい、じゃあ使い古してますけど、当店のローリングスのマレットを使っていきますね。少しね改造してありますけど、使いやすいようにね。こちらまずは普通に叩くのに使いますね。こうストラップがついてると落とさなくて便利です。パンパンパンとね、こういつもと同じようにこう掴みながら叩いていくわけですけど、握り方ですね、慣れてない方はこういうふうに握りがちなんですけど、より力を加えるために、あるいは叩きを強くするために、柔らかい動きをするためにこう持ちます。普通はね、私は。これでヘッドがうまく使えます。パン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 ですね。この横っ面の面を使ってポケット全体に力を加える、これが一つの使い方。2つ目ね、このヘッドをぶつけてボールの形のシェイプを作る、こういう感じです。こういう使い方もしますね、はい。それからこのマレットのもう一つの利点として、縦閉じに叩く、横閉じに叩くっていうね方法が取れます。横閉じに叩く、横はこういう感じで閉じますから、マレットをこう入れます。パン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 で、ちょうどこれがポケットフォルムの形になってますから、こういう感じになるわけですね。じゃあ縦にしたい時どうするか、縦はこう閉じますね、
なのでこう入れます、こう入れます、縦に入れる。これで横だったり縦だったりっていうね、使い分けができるということになりますね。ポイントで叩きたい時ですけど、この先の丸いところを使っていきますってお話ししましたが、こう握って今度こう入れますね。でこう掴んでいくと、あるいはもっとポイントでこちらを使います。あ、ちょっとここグリス寄ってるかななんて時ね、こう使いますね。はい。それからストラップの有効な利用の仕方として、より強いグリップでグラブを叩く方法があります。グリップをより固めてストラップを利用します。入れます。長さは適当に調整してますけど、ひねって長さをちょうど合わせてここを握ります。そうすると手首とグリップが一体になります。手とグリップが一体になります。この状態で叩く、あるいは強いパンチを与えることができます。ということで、このストラップ結構ね、ただ落ちないためじゃなくて、叩く時にも便利に活用できるというものなんですね。このグリップテープとストラップ、カスタムは1000円で受けたまわっております。はい、どうでしたか。こちら昨日に引き続いて、今日はローリングスさんのマレットのご紹介ですが、便利に使えます、一番普段使いで私が使うマレットになりますかね。はい、それでは皆さん、さようなら。